ミルクサッカーアカデミー井上真央でございます。ノーミルク佐藤です。どうもプロサッカーデータバンド佐藤先生に伺っていくことをよろしくお願いします。お願いします。さて今日は遺跡の丸5杉岡泉、はい、ここら辺行きましょう。なんか動きがあったそうで、そうですね、ちょっと最新情報を今日もお伝えしていきましょうということで、はい、まずは杉岡選手、はい、ショナベルマーレ、遺跡の、はい、それこそまあロックオンでもちらっと言ったかもしれないし、あとは丸4でも触れた通りではあるんですけど、まあもうとりあえず浦和と鹿島が狙ってるよってことは出ましたね。そうですね。そこで一つ解説必要だなと思ったのでお話をさせていただきたいと思います。はいはい、なんで浦和が杉岡狙ってるの、っていう話が一つ出てくるのは、だって山中いるし、宇賀神いるし、そうですね、で同じ左で考えるんだったら、確かに関根選手がいるから、橋岡選手今右やってるから、左関根選手やってるんで、そこいるっていう状態になってるんですけど、これねいるんですよ。めちゃめちゃいるんです。 ACL 出るわけでもないでしょ。だってそうなんですよ、いるいる。なんでだろう。でちなみに裏は3カ年計画というものがあって、3年後の優勝を目指すと言ってるんですよ。あ、もうそういう宣言が出た。そうそうそう、はい、だから逆に言うと来年とか優勝が目標じゃなくなるわけですね。なるほどね、ビルドアップと言いますか。そう、ただその中で杉岡を補強するって超いいんですよ。いい、はい、皆さん遺跡のここ遺跡の丸5、ここからの話を聞くには、はい、丸4を一回聞き直していただくとより分かるかと思います。前回のやつですね。わかりました。そうなんです、はい、まあざっくり言えば、杉岡選手海外からもやっぱり狙われてる状態なんですよ。なるほど。ただ、まだいわゆる直接行くかどうかわからない、あれ似たような人いましたね、はい、同じく浦和で湘南から浦和を経由して海外に行った人いましたね。湘南から浦和を経由して海外、はい、遠藤航選手。要は遠藤航選手の海外志望であった、でさらにもう湘南に行った時からもしかしたら可能性あるかもっていうふうな状態になっていた。なのでもう海外から目つけられるから、それこそこれでさらに浦和に来た上でより市場価値高めたら今の価値よりもさらに上乗せした状態で海外に送り出すことができるわけですよ。だから今湘南から行くのも全然いいけど、よりいい状態になって、さらにそれ先にいわゆる杉岡選手を買っておいて、所属しておいて、さらに移籍も市場価値が上がったところで浦和が手放すっていう可能性はとても高いんじゃないかなと思うんです。そうするとより高い金額が、そのお金がチームに残るので、そのお金でまた違う選手を取りに行くことができる。そういう計画の一つのね、ビジネスの要素もあるんじゃないかと。もちろんチームにプレイヤーとして、ね、いろんな影響ももたらしますけれども、その間にオリンピックがあるから市場価値が跳ね上がる可能性があるということですね。なるほど。そしてもう一個あるんですよね、これ実はスカウトフロントの人かっていう、大輝、橋岡だったりしないっていう。いわゆる、オリンピック世代で何回か接点もあったりとかしたので、あの子取ってきてよ友達だからってことですか。そうそうそう、大輝と大輝でちょっと面白いかもしれないですよって。へえ面白い。今例えば右のウイングバック&右のセンターバック、来年もおそらく裏は3バックだと思われるので、監督変わらない以上となってくると、そのポジションに本当は森脇選手がいましたと。で左だったら宇賀神選手がたまにやるけど、やっぱり宇賀神選手センターバックタイプではない。やっぱりウイングバックとセンターバック両方ともできるような選手とかいたりすると面白くて、さらに4バックの時には左のサイドバック。それはもう杉岡選手いいっすよね。ちょっと可変システムとかも考えると、だから橋岡杉岡っていう2人がいればいろんなパターンができるようになるわけですよ。飛行機がロボットに変身するみたいなね。そうです。トランスフォームをさせることができる。両翼のすごい関節柔らかい2人なわけね。そうなんですよ。そういうことが面白い形になるね。そうするともうそういう移籍金がうんぬんとか全く関係なくても、かなりだから来年まだどっちにしようかな、今年も3バック4バック結構悩んだところがあります。ってことは逆に悩むってところをネガティブをポジティブに一気に変換させられるワードが橋岡杉岡の大輝コンビである可能性はあるわけですね。なんか非常に合点がいくと言いますか、腑に落ちますねそれね。でそしてもう一個念のため言わなきゃいけないのが、浦和だけじゃないんですよ、国内でいうと出たのが鹿島ですね。ただこれまず鹿島サポーターの方が不安になったというか、不安以上に疑問に思った方も多いかもしれない。そうですか。左ってまず小池、町田、山本修斗、小田はちょっと怪我してるんで置いとくけど、で今長戸ベガルタセンターの長田選手にもオファーかけてる状態で、なんで左2人も取るのさって思った方も多いと思う。はい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 。まあ正直このレベル、しかも争奪戦レベルであることはもうシーズン中から自明だった、うん、はい、まあそりゃ声はかけますよね、そりゃね、まあね、鹿島としてはね、なんでどっちか、またはもうちょい今後出てくるかもしれませんけど、うん、その中の誰かを一人取ろうっていう考え方はあるんでしょうね。なるほどなるほど。これ杉岡争奪戦に限って言うと、はい、どこが優勢ですか？浦和。お、それはうん、1本じゃないですか。なるほどね、うん、二股かけてどっちか来てくれりゃいいながではないってことね。でしょうね。熱意と言いますか、もちろん細かくは出てるかもしれません、うん、出てるというより声かけてるところはあるかもしれませんけど、今のところメディアで出たっていうところでは、うん、まあちょっと優勢かなとは思います。そうなんでしょうね、うん、ちょっと今後の動きを見守っていきたいですね。注目ですね。ちなみに鹿島は長門選手取れそうなんですか？さあまだ分かりませんね。だからあとはそこら辺はもう交渉次第なので、うん、そうだね。それはこちらで予想できることじゃないもんね。人間と人間のいろんなお話がありますもんね。だ例えばマリノスでティーラトンが来年やっぱりダメだっていう風になったらマリノス優勢になる可能性があるし、ヒーラトンちゃんといるよっていう風になったら、じゃあレギュラーの可能性があるかもしれないから鹿島になんてこともありえるかもしれないし、うん、そうか、それによってもねまた変わってくるという、うん、あとだから海外から大資本入ってきてやっぱりうちが通ろうなんてこともゼロじゃないので、まだまだちょっと予断許さないなと。最後まで分かりませんが序盤はそんな話になってるということですね、はい、そんな杉岡選手と、はい、もう一人ちょっと似たような状態にある選手がいまして、はあ、泉隆二選手なんですよ。はいはいはい。名古屋からガンバっていう話が出てるんですね。出てますね。今日朝なんか情報出てましたけど。でもただこれ移籍編、この冬の移籍編の丸1を聞いてる方だったら、うん、もう冷静な目で見れたと思うんですよ。うん、お泉な、おガンバほう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 。うん、なるほどね。なんてことが思ったかもしれない。逆にまだ聞いてらっしゃらない方はなんでうちの泉持ってくんだよみたいな名古屋サポーターの方々思ったかもしれない。ガンバはもう喉から手が出るぐらいサイトが欲しくてしょうがないってことなんだよね。そういわゆる小野瀬選手が、はい、今やっぱり東京やら、はい、マリノスやらちょっと狙われてるモテモテ状態ということですからね。そうなんですよ、うん、でガンバも残したい一心ではあるもののまだちょっとまだ分かんないという状態なので、はい、ってなったら、うん、小野瀬うんぬん関係なく小野瀬が出た場合という判断基準は持たなきゃいけないですよね。可能性として出た場合、まあ出ない、完全に出ない 100% 出ないんだったらあれですけど、出る可能性がある以上はちょっと考えておかなきゃいけない。その第一党として目をつけたのが泉選手だったということですね。じゃあなぜ泉かと言われたら、まあ何でもできる。でよく考えたら小野瀬選手も、まあ、最近ではレノファだったりガンバでも、まあ、右のこのサイドというかをやるケースが多かったけど、別に右だけの選手ではないので真ん中だったり左だったりシャドウだったりいろんなポジション、もしくはウイングバックもできる選手だったから、そうなるとある意味似たようなタイプを一人持ってきたと考えるのは分かりやすい。話かその辺絞って狙っていくのが他のところとのね兼ね合いもいいですからね。そうですね。あと前線メンバーというかガンバの中盤で見たら、うん、じゃあ小野瀬もしっかり倉田、うん、じゃあ今回のその泉、うん、あとは福田雄也、はい、この辺りはもう前線どこでもできるメンバー揃ってますから、だからうまいことパネルこうはめていってできたらななんてことはあるのかもしれませんね。どっちにしろこうあれですよね、2、3個ポジションできる選手っていうのはモテモテですよね。しかも高ハイレベルでできますからね。まず先に声がかかりますよね。なんで今回は小野瀬が移籍しなければありえないだろうし、小野瀬が移籍する場合だったら泉はありえると思ってもいいかもしれませんね。なるほどね。今日12月17日夜の段階ではこのような組み立てだということですね。まあそれよりもちょっと細かいのやっぱりいろいろ出てきてるので、そちらもちょっとご紹介させていただければと。これすごいね。どんな感じでしょう。これねもう一個びっくりしたのがあったんですよ。そう連日またジェフでなんですけど、これ来年ジェフ本気ですね。そう。まずは川崎のね新井選手ゴールキーパー入りました。そして桜川、それも入ったでしょ。昇格。はい。もう一人来ちゃった。もう一人。次の話題なんでしょう。もうこれ完璧な補強。マイクで撮ってますから無駄です。ここへでよ。レノファの今年2桁取ったフォワード山下選手、山下啓太選手取ったんですよ。おお、そうですか。これロックオンで絶対僕話したと思うんですけど、確かいただいてましたね。山下選手 J1 からもオーバーあったの。あらけど千葉が勝ったんですよ。ほう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 、もう決定、もう決まりました。で他にもだから杉本健佑やらやなんやらいろいろ話は出てたりしたんですけど、杉本健佑選手ね、さすがに桜川ソロモン選手は、まあ一応来季高卒1年目なので、そこを主力扱いするのはちょっとおかしいから、まあね、すごいポテンシャルを持った選手だと言ったとしても、やっぱり計算できるフォワードがクレーベが抜ける可能性考えたとしても3人ぐらいは持っておきたいとした時に、これはやりましたね。来た、ここで山下選手取ったしか2桁取れるという、2桁ぐらい取れるよっていう選手をここでもう取ったっていうのがマジでこれはまあ補強としては成功じゃないかと。成功でしょうね。千葉の来年の本気が見えるんじゃないかなと思っていて、これ一応なんでかっていうのを話しておきますね。千葉は僕は結構昇格の1番手に入ってきてもおかしくないと思います。ついにやっと戻ってくるっていうのがあるかもしれない。理由、来年松本と岩田、まあ J1 から来ますけど、彼らはルヴァンがあるんですよ。ルヴァンもやりながらの同時並行で、だから J2 の中で最も試合数が多いチームたちになってしまうんですよ。しかも来年は中断期間もちょっとその東京オリンピックであるからこそ、今年以上にちょっとやばいスケジュールになってしまうんですね。そんな中ちょっと戦い続けるっていう風になってくると、なかなか今まで J1 から J2 来たチームでも1年でっていうのはやっぱりレイソルぐらいしかないということで考えると、ちょっと松本岩田が1年で帰り咲けるかどうかってことから考えるのはちょっと違うなと。まあいけない可能性もあると。で来年甲府はちょっと規模縮小というか若手に切り替えるよっていうところがあったりするのと、大宮も実は結構功労選手、菊池選手、センターバックの菊池選手とか大前選手とかもう契約満了なんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。なんでちょっと大宮は今までの主力から一気にガラッと変えてくるから、まだ分かんない。どこのチームも 2,3 年先のフェーズを目指してみたいな切り替えに入るのが来年なのかな。そうなんです。でさらにこの山下選手を千葉が取ったってでかくて、ホームでもアウェーでも山下選手に千葉点取られてるんです。だからライバルチームからのもう絶対的な選手を一人こっちにかっさらってくることによって、勝ち点をそこから、まあそういうことにもなります。そう、結構野球だったらあり得る話ですけど、サッカーでもこんなことが起こったかというところが起こりました。なるほどなるほど。ね、これは福田電子アリーナで入れるのが得意だってこともね、言ったらそういうことでもあるわけだもんね。まあ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 、そうですからね。はい。あとは引退で新潟のキーパー野沢選手、満了というので一応出てましたけど、一応本人の中でも区切りがついて引退だと。お疲れ様でございます。そしてあとこちらでも報じていたというか、マリノスズシャン選手が契約満了が決定ということになりました。そしてもう一人レノファからですね、また J1 へ三幸選手、中盤の要三幸秀俊選手がまたあれですよ、あの時のレノファまた来ましたね。湘南ベルマーレに加入ということで。そうですか。まあなんかちょっとした報道っていうか、なんかふわっとした噂ではやっぱり岩尾健選手、まあプレーオフでも当たった、そこやっぱり復帰的な意味合いで狙うんじゃないかなんていうのもあったりしましたけど、まあ似たようなプレイヤーというか、中盤の底もできて、まあ前もできる三幸選手にターゲットを据えたという形となりました。湘南ね。これが来年、また来年に向けて湘南もうすでにね動いてるんじゃないかなというところでございます。しっかり残りましたから、しっかり動き出してるんですね。はい。でね、びっくりが1個あったんで、これ紹介したいんです。実はこの収録して本日ですね、トライアウト。あ、そうなんですよね。今日ねあったんです。ちょっと僕ですね、もう完全に午後の時間帯の間、もう仕事が忙しすぎて、今日ね先生バタバタした感じだもんね。そうなんですよ。なんと見る別れも毎日だいたい僕30から50ツイートぐらいしてるんですけど、お疲れ様です。まだね多分ね4とかなんですよ。あ、そうですか。この夜の段階に至っても全然もう見れなくて、でその中でそのトライアウト行われていて、もうあまりにもびっくりしてしまってツイートしてしまったんですけど、麦倉選手いるんですよ。麦倉選手、岩手グルージャ盛岡のフリーキッカーでもありますね。麦倉選手がまあ一応まだ満了のない中でなのにいたんですよ。ということは岩手を出るということは間違いないってこと？まあほぼそうですね。実は今日同じように清水エスパルスの鎌田選手だとか何人かですね、満了の報道まだ出てなかった方々がそのトライアウト出てたから、あ、これは出るんだろうなと思ったら出てたので、まあそういうことなのかなとも思ったんですが、もしかするともう一個あるのがステップアップ目指したのかなと。これでもチームとしてはトライアウト行ってちょっと先生ダメでしたって言って、じゃあもう一回ってなるですか？ありえます。だから満了したけれども再契約って KS はゼロではないんで分かんないですけど、麦倉選手としてはやっぱりでも彼ぐらいだったら出ていってほしくはないから、そうあるのかもしれませんが、そういうことがありましたよと。あれっていうのは結果はちょっと後日みたいな感じなんでしょう。そうですね。なんでちょっとまだどうなるかは分かりませんが、まあね、どうなりますか。いやー、ね、気になりますけどね。たまに出てますよね、文字情報とかね、誰々が店とかでやって得点みたいなね。そう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 。ちょっとまだ分かりかねる部分はありますが、はい、ただそういうことがあったよということになりましたので、ちょっとね、現状の部分をいくつかご紹介させていただきました。はい、やっぱりこのオフシーズンね、はい、ストーブリーグ毎日動きがありますね。ありますね。ね、これもだってこう動画出したまたこのお昼ぐらいにまた違うの出たりしますもんね。ありますからね。ワクワクしちゃいますね。面白いですね。なんかね、ちょっとね、うん、もう昨日とか1個前の丸4でもちょっと話した通り、はい、もう裏々で、うん、大きいものに関しての打診だとかも始まってはいるんですよ。まあただ遅いって言われてもちょっとしょうがないというか、今年はもうね、そもそも去年に比べても1週間リーグの日程が遅かったりだとか、ね、あとはチームによってはプレーオフだったりだとか、あとはまあチーム名言ってしまえば鹿児島さんとか栃木、そして藤枝、群馬だったりはね、ギリギリになるまでどうなるかも分からなかった状態なので、まあそのチームたちをこう、もうどうなるか分からなかったところから、むしろ1週間2週間で動き出してたら、逆にあんたらどんな仕事のペースでやっとんねんって思っていただいていいと思うので。まあ、いろんな狙いが定めといて、で、さあ結果出ました、さあって言うと動き出したところですもんね、今ね。そうなんですよ。あとはハンコだけとか、あとはいろんなチェックだけみたいのが今潜んでるわけですね。そうなんです。なんでまあ年末にかけていろいろ起こってくると思うので。またちょっと弟子次第教えてもらっていいですか。わかりました。お願いします。はい、ミルクサッカーアカデミー毎朝出してますんでね、チャンネル登録よかったらしてください。はい。そして月曜の夜には9時からライブ配信もしています。そして劇場ライブもね、月に1回やってます。1月も日程まもなく決まりますんで、ぜひ概要欄ご覧くださいということでございます。ということで、先生ありがとうございました。ありがとうございました。また教えてくださいね。はい、ありがとうございました。明日の朝も皆さん聞いてください。井上真央でした。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いってらっしゃいよ。いってらっしゃい。